はい、どうもこんにちは。ゴールキーパーコーチの広瀬義孝です。本日の質問はこちら、怪我でゴールキーパーができないときにするべきこと、こういった質問なんですけれども、よくあると思います。自身が、怪我をしてしまってキーパーができない、自分もそういった経験をしたことありますし、教えてる選手が、怪我で、プレーができない、そういったときに何をするべきなのかということを、大まかに3つ、答えていきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、勉強する。こちらはいろんな勉強の仕方があると思います。今こうやってご覧になっている YouTube でキーパーの動画を見て勉強することもいいと思いますし、サッカーの試合を見てその中でキーパーが何をしているのか見るのもすごくいいと思いますし、もちろんキーパーの本を読むことも大事ですし、こういった時は怪我をしているからこそプレーができない分、その時間を使って勉強する、知識を得るってことはすごく大事だと思いますので、より頭を精査するという意味でも、しっかり勉強して、自分の頭の中をアップデートしていく。そういったことがまず大事だと思います。次に、メンタルの強化。こう言うとちょっと堅苦しく聞こえてしまうのかもしれませんが、これをいい機会として捉えることがすごく大事だと思います。これは本田圭佑選手もよく言ってるんですが、怪我をした時こそチャンスだと。怪我をした時に、自分はこの怪我を得てどう成長することができるか、そういった思考を持てることがすごく大事で、今怪我をしたからどう成長しようっていった時に、先ほどの勉強をするっていうことにつながってきたりとかしますし、あと次この後3つ目のお話しすることにもつながってくると思います。そしてその今言った3つ目です。技術、フィジカルの強化です。技術はプレーができなくても、例えば足の怪我だったら手は使えるわけですから、誰かに投げてもらってキャッチングのトレーニングはひたすら積むこともできます。逆に手、肩とか怪我をしてしまっている場合は、無理のない程度で足元のトレーニングを行うこともできますし、しっかりと反応するトレーニング、片手しか使えなくてもテニスボールを投げて片手の反応だったりとか、そういった技術のトレーニングもできます。そしてフィジカルは怪我をしてない部分でキーパーに必要な、例えばステッピングだったりとか、しっかりと上半身のちょっと筋肉が足りないからそこは鍛えようとか、普段できない、怪我をしたからこそ、そのメンタルを強化したと思いますので、あ、今だからできるなというところも踏まえて、技術、フィジカルのできることをしっかり上げていく、そういったことをしないと、復帰した時に特にフィジカルの面は筋力が落ちていますので、リハビリが長引いたり、本来の実力を取り戻すのにすごく時間がかかってしまうっていうこともありますので、しっかりと特にフィジカルの強化は自分の今後のプレーを早く復帰させるためにも必要となってきますので、重要視してください。